東京ナインボール、大会4日目、いよいよ決勝戦、フィリピンのエフレン・レイズ選手対オランダニール・フェイエン選手の戦いです。解説の方は JBC 永田修司プロ、そして私新庄貴明がお送りします。永田プロよろしくお願いします。よろしくお願いします。ついに来ました決勝戦ですね。そうですね、730名の頂点に立つのは、どちらかということで、はい。お互い準決勝が、完璧なゲームで勝ち上がってきましたので、お互いもう状態としては、最高の、状態で、決勝戦を迎えていると思います。そうですね、今映っているのがニール・フェイエン選手、オランダの選手、そしてこちらが、フィリピンのエフレン・レイズ選手ですね。そうですね、もう本当に、エフレン・レイズ選手はもう世界ナンバーワンクラスだっていうのは分かってましたけれども、はい、やはり本気になったらですね、すごいなっていうのを本当に、まざまざと見ました。はい、やはりあのファンに、サインを求められても、もうとにかく試合が終わった後はいくらでもするから、はい、とにかく今は勘弁してくれっていう、試合前はですね、そうです、試合前途中は勘弁してくれということを言うエフレン選手なんか初めて見ましたから、それだけやはりこの試合にかける思いで、もちろん優勝2000万ですから、それの試合にかける意気込みというのはすごいものを感じました。そうですね、はい。まあ、このファイナルは、まあ、会場にいるファンの皆様もそうですし、全国のビリヤードファン注目の決勝戦ということですからね。まあ、そうですね、まあ、世界最高の賞金額なわけですから、はい、まあ、それをちゃんと取りに来てちゃんと決勝戦を戦う、やっぱりレイズ選手、そうですね、レイズ選手、この2人は素晴らしい、まあ、準決勝はもう本当に黙ってしまうぐらい2人とも完璧な、はい、ゲームでしたから、そうですね、はい、この決勝戦はもう本当に、いいゲームになると思います。はい、まあ、こちらのニール・フェイエン選手、先行を取りましたのでブレイクスタートしますけれども、永田プロ、これ、オランダの選手なんですよね。はい、オランダのナンバーワンで最近ヨーロッパで、はい、頭角を現してきて、アメリカでも結構、成績を残してきて、まあ、一番、今回がまあ一番いい成績なんじゃないでしょうかね。あ、そうですか。はい、はい、でも見るからにもかっこいいですしね。もうそうですね、かっこいいというか、もう怖いというか、狙ってる時の顔が皆さん見たら分かると思うんですけれども、狙ってる時はもう本当に鷹のような、はい、イーグルのような目つきで、目つきで、でちょっとこう球の位置が特徴あるんですよね。そうですね、右目の下というよりまだ外、右目の外側で狙うような感じで狙いますね、はい、その代わりもう抜群のシュート力ですね。でここまで勝ち上がってきたわけですから、すごいですよね。そうですね、はい、前、第1ゲーム目ブレイクで入ったんですけど、今2番サイドに狙いに行ってるんですよね。そうですね、であと決勝戦は、今までずっと13ゲームで行ってきたんですが、はい、決勝戦は15ゲーム先取りの、はい、交互ブレイク、はい、45秒ルール、45秒以内で、はい、プレーしないとファウルになってしまうというルールを採用しています。はい、まあ、交互ブレイク の, その見どころみたいなのもまた、ゲームが進んでいく上で、はい、解説のお願いします。はい、2番ミスから、これはセーフティーのもう攻防になってきてますね。そうですね、まあ準決勝エフレン選手ミスらしいミスが1球もなかったですからね、はい、13ゲームもうほとんど横綱相撲で寄り切りましたから、はいはい、まあ本当にこう闘神と言いますか、もう準決勝まで戦ってきてて、うん、調子はいいと。もうそうですね、はい、逆にフェイエン選手は、はい、準決勝、世界チャンピオンでもありますチャントン・パン選手に、はい、前半がちょっともたついたんですけれども、中盤からはもう、自分のブレイクの順番の時は、はい、4連続マッサージでしたか、はい、もう全く中盤から隙がないゲーム運びで、結局チャントン・パン選手がブレイクのノーイン2回、はい、ブレイクスクラッチ1回で、はい、まあ、負けたようなもんですね。
世界チャンピオン相手にやっぱそこまでやるってことはやっぱり底力もすごい、ね、まあもうそうですね、もうもちろん若いですし勢いもありますし、はい、そのね、世界チャンピオンのチャントンパンがどんなもんじゃいという感じでしたね、はい、見てると表情を見てると、まあ、この決勝戦も、はい、そのやっぱり優勝が2000万ということとやっぱり決勝戦ということ以外はもう相手がエフレン・レイズ選手だろうが、はい、誰だろうが関係ないんでしょうね、はい、まあ、その辺も、試合の中で投手が出てくるといい感じになってくるんでしょうけどね。そうですね、はい、まあ、試合が15ゲーム、しかももうここまでもうこの先はないわけですから、はい、これ最後なんでその1ゲーム目、ちょっと展開的にはセーフティーの試合ですね。まあそうですね、まあ、15ゲーム先取りで、先が長いですからね、しかも交互ブレイクですから、はいはい、まあ、だからやはり、交互ブレイクということはやはりそれだけ、技術が高い選手に有利になりますから、はい、まあ、もちろんFN選手有利には変わりないんですけれども、やはりここまでやはり、競ってきたゲーム、フルセットを2回勝ってきて、はい、その準決勝では完璧なゲームをして、もう何しろ今大会すごい勢いがありますから、はい、あ、これもうまいですね、もうほぼイメージ通りだと思います。あ、やっぱりレイズ選手のすごいところっていうのはシュートはまあもちろんなんですけど、はい、こういうセーフティーの力加減、まあ、あの当たり方、はい、そういうのはもう本当素晴らしいですね。そうですね、だから、彼はやっぱりいつもこの駆け引きということをよく口にしますけれども、やはりビリヤードでその駆け引きということがやっぱりうまいですよね、はい、まあ、その辺も試合の中で、はい、本当に皆さん注目してほしいところというか、まあ、そうですね、もう、はい、そうですね、かれこれ15年ぐらいですか、もうエフレン選手が世界で、まあ、3本の指に入るだろうと言われてから、はいはい、もう15年ぐらい経ってますからね。その間ずっと君臨してるわけですからね、はい、素晴らしいですよね、はい、うーん、今のもほぼイメージ通りなんですけどもね。ですよね、はい、はい、ただまあちょっとやっぱその前の残した球がうまかったというか、まあ、こうなってもしょうがない。まあ、そうですね、まあ、今の球からまあこう残せば、まあ、はい、ただ5番が少しトラブルですので、そう簡単には、はい、まあ、朝から気合十分で来たエフレン選手がどんな決勝戦を見せてくれるのか、はい、楽しみですね。うーん、5番やはり崩しに行ったのかな、ちょっと軽く、まあ、ね、はい、ポツッと当てる程度で、ただこれは難しくなってますよね。そうですね、いけるのか、うん、セーフティーですね、はい、もう最近はやはりジャンプ球がやっぱりかなり進化してきてますので、はい、今までのセーフティーみたいに簡単にただ隠せばいいという状態ではなく、はい、このようにやはり離して隠したりとか、はいはいはい、クッションセーフティーもやっぱりかなりレベルが上がってきてますので、はい、やはりこういうふうに空中に浮かせてこういうセーフティーがやっぱ一番有効ですよね、はいはいはい、だから今までだとイメージ的にはタンとタンというあのイメージだったんですけれども、はい、それだとまた返される確率がすごく皆さんすごく練習してますので、はい、高いと。あ、クッションからちょっと離したぐらいの方が、そうですね、これぐらいがやっぱり一番今は効果的ですよね、はいはいはい、まあちょっとまだ1ゲーム目ってことで硬いのか、ちょっとフェイエン選手もファールしてしまいましたね。そうですね、まあ今もちろんギリギリ、ね、狙いに行ってますからね、はいはいはい、一番右側を狙いに行ってますから、はい、まあ、セーフティーの攻防みたいなのも大切なんですよね、やはり。まあ、そうですね、流れをつかむ意味ではやっぱりすごくまあ大事ですし、もちろん技術がすごく出ることですから、はい、ナインボールのテクニックのうちの一つでしょうね、ナインボールというゲームの、はい、テクニックの中の一つですね、はい、まあ、この、セーフティー合戦をレイズ選手が制して1ゲーム目、
はい、1ゲーム目を制したということですね。ただブレイクはフェイエン選手でしたから、そうですね、自分のブレイクを、はい、落としたという形になりますね。そうですね、やはりテニスのサーブ権と一緒のように、自分のブレイクを落としていくと、はい、やはり非常に後々そのゲーム差が、はい、詰まりにくい、はい、響いていきますね、はい、でやはりブレイクが結構比較的入りやすいので、はい、早く入る位置を見つけて、はい、自分のブレイクの時をできるだけ落として取っていくと、はい、それがやっぱり交互ブレイクのやはり戦い方になってくると思います、はい、どちらかというと、普通のナインボールでしたらミスをしても、はい、後から例えば、5連続ランアウトとか、はいはいはい、で取り返せるんですけれども、この場合やはり交互ブレイクですので、そうですね、はい、まあ、そこら辺の、はい、そこら辺の醍醐味はなくなるんですけれども、逆にミスをしたら、はい、それが響いてくるといいますか、はい、ミスをすると、いけないというか、はい、だからそこら辺はちょっと戦い方が変わってきますね。そうですね、はい、まあ、このレベルになるともう完全に、ブレイクでもし入って、取り出しが良ければランアウトの確率が高いわけですからね。もちろんそうですね、もちろんその入らな、はい、入って、配置が悪くてもシュートアウトとかセーフティーとかで、やはり必ず常に自分が攻撃できる、はい、状態ですので、はい、今のは何か置かれた球に蹴られましたね。そうですね、このサルトラックというのは、はい、9番が動かないということで、そうですよね、そうですね、はい、今のは蹴られましたね、はい、でもちゃんとここら辺でエースが出るあたりは、はい、決勝戦ですからね、やっぱ大きいです、楽ですよね、はい、ランアウトよりも楽ですよね、はい、まあ、あとはこのフェイエン選手、どういう戦い方をしていくかですけどね。もうそうですね、やはりまあテクニックでいうとやっぱりエフレン選手になりますから、もうやっぱ勢いと自分やっぱりな、はい、自分の力を信じてもう思い切りやっぱりポジティブに考えて攻めるしかないでしょうね、はい、まあ、このサルドタイトラック、試合を通じて、まあ、永田プロのこう見解みたいのはどういう感じだった。まあ、そうですね、もう非常に、公平で、はい、公平になると思いますので、普通手でラックするよりも、はい、僕は非常にいいと思いますね、はい、ただしやはりレフリーが相手ラックの時はやはりちょっと難しい、やったことない人が言いますからね、いろいろ説明していかなきゃいけないので、はい、まあそういうことを抜きにしても、まあ一番見栄えもいいですしね、で何しろやっぱもう一番公平だと思います、これは、はい、これから、こういう風になっていくと思います、はい、まあ、これから世界の戦い、世界に出てくるプレイヤーも、まあ、とりあえずは世界戦が結構多いんですよね、まあ、そうですね、今はもうサルトラックがずっと試合では多いですね、はい、だから、今、1番がありまして4番ですか、4番が、はい、右の下に飛び込みましたけれども、はい、まあ、そういうことが多くなってくるので、はい、まあ、今後はまあ今回は、交互ブレイクで対応したんですけれども、はい、まあ、10ボールに、はい、9ボールを、ね、そうですね、10ボールにしたりとか、はいはいはい、まあ、10ボールだともう何も問題ないと思うんですけれども、はい、まあ、いろいろ試して今後考えていきたいと思います、はい、これで3番がトラブりましたね、やはり。そうですね、あそこはやっぱちょっと軽く崩しに行ってるんでしょうけど、はい、ちょっと、最初はやっぱり出だし、エフレン選手の流れのような気がしますね、はい、まあ、ナインボールに関してはこの辺の流れっていうのをつかむのも大切なんですよね。もちろんそうですね、流れがいい時はもう本当に何をしても、まあ、もちろんシュートミスしても、はい、まあ、なかなかいい球が残らないですけどもね、はい、流れが悪い時はそうですね、はい、何をしてもまあ、はいはいはい、ダメダメになってしまいますからね。今のも前ですね。そうですね、まあ、今のも、フェイエン選手すごいいいブレイクだったんですけれどもね、はいはい、さあどうでしょう、下から2クッションで3番のこちらから見て上に当てて、はい、手前からのクッションですね、手前から、はい、単クッション長クッションに入れて2クッションで
残りましたね。だからもう今のは左当たっても右当たってもいいという、まあ、力加減だけですね、はいはい、手玉をタンクッションに残していくという。あの辺のコントクッションの、うん、まあ、イメージというか計算というのはエフレン選手はやっぱり素晴らしいものですね。素晴らしいものですね。でも、まあ、今のなんかにしてもやっぱりまあ流れでしょうね。まあ、紙一重ですからね、スクラッチするのもしないのも、はい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 、あと球半個分転ぶか転ばないですから、もちろんエフレン選手の力加減の技術ももちろんあるんですが、はい、まあ、何しろ勝った方が2000万で、はい、負けた方は800万ですからね、はい。おっと、これは流れがないとかあるとかっていうよりも流れを、はい、ラッキーですね、これはね、引き寄せましたね。まあ、こういうの一つでまた今までの流れもポロッと変わるっていうこともありますからね。まあそうですね、まああんまりこうその精神論はあんまり言いたくないんですけど、はいはい、やはりネガティブになってる時は今みたいなフロックは出ないっていうふうにやはりまあ一般論では言われてますからね、されてますからね。やはりまあもちろん今絶対俺が勝つんだというふうにね、ポジティブに考えてるから今のは、うん、フロックで助けてもらったんでしょうね、やはり、うん、ここ序盤戦大事ですね、ちゃんと取ってきたいですね、これ。そうですね、もう大丈夫でしょうね、はい。まあ、今の6番なんか結構嫌だったんでしょうけども、はい。うん、でもこれちょっと振りが足りないですかね。いや、そんなことないんじゃないですかね。大丈夫ですか。はい、うん、フェレン選手やっぱりちょっと出だし硬いですかね。硬いですね。やはりまあ初舞台といいますか、はいはいはい、初のまあ大きい舞台でのファイナルですから、ええ、まあ、もちろん硬くなるなっていう方が無理なんでしょうけどもね、はい。まあ、その点レイズ選手の方が経験豊かでも、まあ、経験も豊かですし、はい、技術も豊かですし、はい、レイズ選手もちょっと納得いかないというか、まあ、これでまあ、フェイエン選手が落ち着くでしょうから、はいはい、これでまあゲームは面白くなるでしょうね、はい。うん、ちょっとやはり、まあ、プレッシャーはかかってますね、この力加減見ても。朝ベスト8、10時からベスト8は1戦に4台入りまして、はい、で準決勝は第1試合がエフレン選手をやって、はいはい、第2試合がフェイエン選手が1台でやりましたので、はい、エフレン選手は大方そうですね、4時間ぐらいインターバルがあるはずですね、はい、でフェイエン選手はだいたい1時間半ぐらいインターバルが、はい。これでスコアの方は2対1、展開としては面白い。これでまあやっと落ち着いたと思いますから、はい、まあ、やってる2人はもうすごく真剣なんでしょうけども、ね、我々見てる方はやはりもちろんゲームが競ってほしいですからね、はい。まあ、ただこれが交互ブレイクの、ポイントとなるところで、レイズ選手のブレイクっていう形になるんですよね。あ、そうですね、一回、15ゲーム先取りといえども、まあそうですね、やっぱり、4つ空くと、はい、なかなかやはり、追いつくのが、フェイエン選手が追いつくのが難しいですからね、はい。まあ、もちろん後半戦がもちろん、プレッシャーかかっていきますからね、はい、やはり常にやっぱり2つぐらいの差で、ずっとついていきたいところですね。もちろんフェイエン選手が先にもう走ってしまうのが一番いいんですけどもね、はい。まあ、フェイエン選手がそうですね、2つぐらいリードして、中盤を折り返すと
非常に面白いゲームになるんではないでしょうかね。そうですね、ちょっとこう気持ちレイ選手に焦らしてみたいみたいな感じですよね。まあ、まあそうですね、まあその外から見る立場としては、はいはいはい、まあ、まあ14対14が見たいですよね。そうですね、やはり、はい、まあ一般的な僕らのこうレイズ選手が、うん、こういう時はどうするんだろうなみたいな、うんうん、まあ本当に、準決勝は本当オーラが出てましたから、ね、はい、あれは自分もねちょっと見てたんですけども、もう我々解説してて本当に外す気しなかったですから、ね、あまりの美しさに黙ってしまいましたからね、はい、まあ、これもブレイクから配置はいいですね。そうですね、やはりこの大舞台の決勝戦でもやはり全く同じペースで、はい、全く同じリズムでつきますね。ここはやっぱりレイズ選手のまあ素晴らしいところでしょうね、はい、うん、そんなに今の中もプレッシャーかかる、そうですね、もう今の中も、ね、もうでも今の中でも自分の中ではもう 100% 殺して、はい、僕らの中で 100% 殺さなきゃいけない、ここで止まらないような球ですけども、はい、米津選手はやっぱ球がねすごく切れますから、はい、今の中でもちょっとだけショットミスのような感じなんですけども、ちゃんと死んでますからね、うん、まあ、そのショットミスの幅ですね、やはり、はい、その許容範囲がやはり広いと、はい、はい、だからまあ今のも簡単な、配置じゃないんですけれども、まあ、難なく、そうですね、はい、はい、見事なブレイクランナーと、これでまた3対1そうですね、はい、最初のスコア 2-0 から、差が詰まらないという状態になっちゃうんですよね、はい、まあもう単純に考えてあとは自分のブレイクさえ取っていけば、はいはい、もう負けることはないわけですから、まあ そ, う、はい、そう簡単には、まあ、もちろんいかないわけですけれども、まあ、フェイエン選手としては、まあ、今度は自分のブレイク回ってきたわけですから、はい、この辺はきっちり、ゲームを自分の流れとして組み立てていきたいですね。まあ、そうですね、 も, う、まうん、もちろんロングゲームですから、もうでもフェイエン選手はもう思い切って、はい、うん、やるしかないと思います。まあ、このファイナルの舞台、将来的には日本人にも上がってきてほしいですよね。まあ、そうですね、まあ、こういう機会がどんどん増えていけば、うん、日本人はもう本当にビリヤードは僕すごく向いてると思いますので、まあ、もうどんどんこれから若い選手がいっぱい現れて、はい、どんどんレベルが高くなっていくと思います。はい、まあ、こういう外国人選手、日本に来れば、それだけやる機会も増えるわけですし、はいはい、まあ、もちろん来年から、IBC のツアーも始まりますし、はい、どんどん、海外へ武者修行に行って、はい、もう、IBC のツアーで結局世界ランキング何位っていうことになってきますから、もう今までと国内ランキング何位というのだけでしたけれども、はい、もう、世界チャンピオンが、まあ、世界一とされてきましたけれども、来年からはもう10戦、11戦、世界ツアーを戦うわけですから、そのランキングでそのランキングで1番になった人間がもう2002年の、はい、間違いなくチャンピオンになっていきますからね、はい、まあ、この2人もその候補ではありますしね。でもちろんそれはやはりエフレン選手は一番手の候補でしょうし、はい、フェイン選手はまだまだこれからどんどん、レベルを上げていくんでしょうしね、はい、まあ、このとにかく決勝戦にこのゲームで上がったというのは勝っても負けてももうこれから彼にとってはすごく勝てば一番もっと財産になるんでしょうけども、はい、勝っても負けても彼にとっては財産になりますからね、はい、まあ、この5ゲーム目、そうですね、ちょっとエフレン選手チャンスだったんですけれどもね、ちょっとネキストミスを当たってしまいましたね、はい、今のも若干カーブをかけてますよね。今のもカーブをかけて、はい、ほぼ
イメージ通りですね。まあこれは顔をしかめてるのは2番から3番へのネキソに対して自分が反省してるだけで、はい、その後のリカバリーはもう完璧ですね。こういうことをされていくとやはり自分の技術とやっぱ相手の技術をこう比べていった時にどん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 やはりボディーブローがどん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 やっぱり効いていくんですよね。やっぱりビリヤードっていうのはやっぱりこう一対一でやるわけですから自分のリズム自体も取れなくなってくるし、はい、そうですね、格闘技ですからね、まあ、逆に言うとやっぱりエフレン選手なんかは世界の誰を見ても自分より技術ということに関しては、はい、やはり俺の方が上手いなと思う選手、俺より上手いなと思う選手が多分いないと思うんですよ、ね、でしょうね。そこら辺がやっぱりトーナメントをやってる上での余裕にももちろんつながってくるんでしょうけども、はい、それはまあ技術がナンバーワンという人の、ね、対しての特権なんでしょうけど、はい、素晴らしいですね。キャノンが去ることながら5番キャノンが去ることながら、はい、この3番をサイドにこういう風にコントロールするテクニック、はい、距離としては一番長いわけですからね。まあ、そうですね、台の端から端、はい、もうフェイン選手にしてはもう自分の中ではもうナイスだと思ってる、ね、ナイスセーフティーですね、うん、ナイスセーフティーの返しだと思ってるはずなんですけれども、はい、もうその3秒後にはもう取り切られる形が残ってるわけですから、やはりこういうのがだん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 やっぱり効いていくんですよね。これは勝てないやと思うのか、うん、もう全く相手を見ないで集中していくのか、うん、まあ、ビリヤードというゲームはその台の上に、台上には自分一人しかいないわけですから、はい、まあ、レイズ選手にこう座ったままにさしとくのが一番なんでしょうけど、まあ、そうですね、それはちょっと不可能ですからね、はい、はい、スコアの方はこれで4対3、3つ差つきましたね、はい、まあ、先ほど、永田プロ言ってましたの、差が4つ、その辺が鍵なんですかね。まあ、そうですね、自分のブレークをとにかく落とさないで相手のブレークを2つ取れば、はい、まあ、自然と4つになるわけですから、はいはい、その4つというのが大体この試合を見てきて、ずっとこの大会を見てきて大体余裕が出るあたりですね、はい、それでも4つの差が開いて、並んだというケースはありましたけれどもね、はいはい、やはりでもやっぱり余裕は出ますよね。そうですね、はい、まあ、今のなんかも本当にフェイン選手の薄く、まあ、あれしかなかったと思うんですけどね、はい、あれから物の見事に返しちゃうわけですから、まあ、レイズ選手今大会シード選手だったのですから、はいはい、ここまで、6試合ですか、6試合戦ってきてますけれども、ベスト8でリニング選手と13対11、はい、この試合だけですね、まあ、競ったのは、はいはい、もうあとはほとんど快勝と言っていいほどのゲームばかりでしたね。うん、まあ、どうしても今大会、外国人も多いんですけど、はい、まあ、準決勝で、惜しくも敗れたチャン・ホンパン選手なんかも台湾同士で当たってましたし、はい、レイズ選手なんかも、フィリピン同士どうしても当たっちゃうんですけど、ね、まあ、もちろんもうフィリピンの選手も20人以上来てましたし、はい、台湾の選手ももう50人近く来てましたから、はい、もうそれはもうやむを得ないことだと、もう世界大会になっていったらそういうことにどん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 なっていくと思います、はい、まあ、その辺の位置でこう当たるっていうところに層の厚さもあるんでしょうけどね、まあ、もちろんそうですね。だから、代表で戦うゲームの段階になってくるとそういうことはなくなってきますけれども、はい、まあ、こういうふうにもうフルオープンで、はい、戦った場合にはそういうことは、ただ、ね、ただあると、もちろんレベルの高い証拠なんですけどもね、はい、まあ、日本人だとどっちか上に行くからいいやという僕なんか運営する方運営してましたから、日本人同士が当たるとどっちか上に行くからいいやと思ってしまいがちなんですけども、はい、潰し合いという発想にはならないですね、まだ。そうですね、はい、まあ、惜しくもね、ベスト32ですかね、日本人は。そうですね、32に、そうですね、はい、5人ぐらい残ってましたけども、まあ、永田プロも含めて、はい、5人ぐらい残ってましたけど、はい、まあ、今回、まあ、でもちょっと海外試合がみんなね、遠ざかってましたから、ちょっと、はい、
飲まれてましたね、はい、まあ来年以降、まあ、もうこれプロ もうとにかくこれが始まった、そうです、始まったばっかりですから、はい、ぜひあの、はい、日本人代表として頑張っていただきたいですね、はい、これがスタートですからね、はい、一向に構わないと思います。まあ今レイズ選手ミスらしいミス、まあ隠れちゃってますのでファールという形で、はい、まあ、クッションを読み違えるっていうことはまあほとんどない選手ですから、はい、まあ、珍しいですね今の。ちょっ と, 読み違えるとはそうですね、はい、あのちょっと今 の, あのヘッドアップしてましたから、はい、まあ、ショットミスなんでしょうね今の。これは何としても、そうですね、これはもうレイズ選手のブレイクの時、ブレイクですのでね、これは取っておきたいですね、はい、そしたら一つ返したことになりますから、ここでまっすぐになると、まあ、サイドが行きますね、はい、まあ、このボールのカラーなんですけど、はい、ちょっと通常みんなが使ってるようなボールとは、まあ、そうですね、普通は、はい、4番が紫なんですけれども、こういうふうにもう世界的に、テレビが多くなってきましたので、はい、テレビマッチ用に、4番を紫からピンクに、はい、色を変えてきてる、変えてるんですけれども、はい、まあ、ピンクの方が見やすいということで、そうですね、分かりやすくて綺麗ですから、はい、まあ、2番と4番が分かりづらいということだったので、これでまあ全て解消されて、はい、僕は4番はピンクの方が最初はねすごく戸惑いましたけども、はい、でもかわいい色ですからね、まあ、もうすごく大好評で、はい、4番、僕は4番がピンクの方がいいと思います、はい、7番も少し、薄い茶色に、薄い茶色、はい、なってきてますね、うん、この辺は慎重に、まあ、そうですね、うん、ちょっと手玉が思うように、はい、5センチ10センチのところで行ってないですけれども、はい、まあ、ここら辺はなんとかしのいでいってほしいですよね、はい、自分が乗ってくるまで、まあ、チャントンパン選手の時もそうでしたからね、前半チャントンパン選手にリードされな、2つリードされながらずっと中盤戦まで行って最後は一気でしたから、はい、交互ブレイクであれだけ一気に行くっていうのも、もう珍しいですよね、うん、ほとんど相手が、もちろんジャンドバーン選手がブレイク入らなかったのが2回、ブレイクスクラッチが1回ですから、はい、7マス全部の球を彼が入れてるわけですからね、うん、まあ、それだけ集中してたんですよね、うん、集中してすごくいい顔してましたね、はい、うん、はい、これで一つ返しました、4対2、まあ、この辺は離されないようにしてるっていう点ではさすがですけど、あとですね、まあ、今のは、うん、クッションショットミスで、はい、むしろもう一番を入れに行こうというような感覚だったと思います。やはりそうですよね、はい、うん、左が当たるってもとにかく、クッションセーフティーになるような感覚だったんでしょうけど、ちょっと読み違えました、はい、ちょっとまあショットミスなんでしょうね、はい、ちょっと握るのが早くて、クッションから反発するのが早かったから、まあ、ファウルになってしまったんでしょうね、はい、まあ、これで、4対2ですから、このブレイクが、大事になってきますね、大事になってきますね、まあ、15ゲーム先取りですから、はい、5が前半戦の折り返しで、はい、10が中盤戦の折り返しで、はい、なってきますからね、これは序盤戦の最後あたりでしょうかね、これ、はい、うんですね、これやっぱりブレイクは本当にこの不思議なんですけれども、はい、まあ、ちょっと強すぎてもダメですし、はい、当たるところが今のはちょっとまあ真ん中で、まあ、ボールがタンクショーの方まで引きがかかってましたから、はい、そういうことでもまあ
入らないっていうことがありますよね。今のはシュートアウトですね。はい、ブレイクはもうずっと当たってますからね、はい、ベスト8から、うん、ブレイクスクラッチまだ1回もないんじゃないですかね。はい、パスしましたね。今のも珍しいですね。まあそうですね、今のは、もっと薄く当てて、はい、1番をタンクッションに残して、はい、手玉を手前の方でっていう感じでしたね、はい、それにしてもちょっと強かったですからね、はい、まあここはまた、ある意味、まあ、ちょっと左上の5番、あの辺がトラブルですから。まあそうですね、はい、さっきも、左下のショットが、はい、厚く飛ばしてましたから、はい、まあさすがやっぱりこう全然見えないですけれども、ちょっと力んでるのかもしれないですね。うん、力んでるから握ってしまって、はい、まあ厚く左ついて右に飛んでるというのかもしれないですね。全く表情ではわからないですからね。はい、でもフェーン選手若いですからね、まだ。こうその辺は若さのパワーで。そうですね。いや、エフレン選手がですよ。エフレン選手がさっきから右の下、うん、左の下ですか。左の下で。エフレン選手のショットがですね。そうですね。左の下で、はいはいはい、2回厚く飛ばしてますよね。はい、今のはまあ入れに行ったわけではないですけれども。はい、その第3ゲームでしたっけ、7番を。はいはいはい、厚く飛ばしてましたよね、はい、フェーン選手がと、飛ばした後に、まあ、同じことですからね。うん、まあ、その辺の調子っていうのはその日その日によって、まあ、多少ちょっと違うでしょうけど、まあもうここら辺準決勝戦ですからね、もうコントロールして、もう全然分かってると思いますけれども、はい、まあ、今の3号のトラブルもとりあえずは解消しましたね。まあ、これでもう問題ないでしょうね。はい、まあさすがに、まあフェーン選手はもうこれでだん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 体が温まってきて、はい、顔がちょっと、赤くなってきて乗ってくると思いますし、うん、もう決勝戦まで来ればね、本当にどっちが勝つか、はい、技術がどうのっていうわけではないですからね、はい、お互い何かを持ってるからここまで来てるわけですから、残り6、7、8、9、はい、まあ、この決勝戦がねどういう試合になるかわからないですけれども、まあ、あのアマチュアの方にね、フェーン選手ってどんな選手って聞かれたら、はい、まあ、この東京ナインボールの準決勝のビデオを見てくださいって言えばわかるぐらいの準決勝でしたからね。そうですね、はい、ザ・フェイエンという、うん、あのタイトルネームをつけたいくらいの、まあ、完璧なゲームでしたからね、まあ、逆に、まあ、ザ・エフレンとつけたくなるような準決勝、まあ、同じ本当に両者同じような準決勝の勝ち方をしてますからね、まあ、そういう試合が準決勝でできる、素晴らしいですよね。そうですね。これでスコアの方は4対3、一つ差に詰めてきましたね。やっぱり4対1からこう離されないあたり、まあ、展開もそうなんですけど、フェーン選手いい感じになって、まあ、今のフェーン選手のそうですね、ブレイクでしたから、はい、だから1つ返したっていうところですからね。これはもうこのまま、レイズ選手がブレイクを落とさなければいいわけですから、はい、レイ選手の表情を見てどうですか。いや、まあ本当にいい顔してますね、うん、集中してると。もう朝から本当に
あのオーラが見えますね。やっぱりもう本当本気だなっていう、うん、今までもうやっぱりね、十何年見てきてますけど、本気だなっていう感じがします、うん、でちゃんとやっぱりここへ来るというこの舞台に立ってるということがもう本当に素晴らしいですね、うん。一番サイドに入りましたね。そうですね、先ほどからずっと同じようなブレイクで、もうブレイクももうブレイクはこうすれば入るっていうことはもう掴んでますね。でしかも取り出しの2番も3番も素晴らしい位置なんじゃないんですかね。これはまあ、会場内みんな、まあ、もう対戦したプロも畳も2人しか残ってないわけですから、はい、後のプロもみんなこう会場内で見てたり。そうですね、この2階でも立ち見があって、はい、キスポの方にはモニターが置いてますので、だいたい約1000人ぐらいのお客さんが見てますね今、はい、この試合をこの会場内で、はい、1000人の目でこのどちらが優勝するのかを見守ってますね、はい。やはりこう、飲み物とかも飲めますし、はいはい、こうみんなで会話もできるのもあって、2階席が結構人気があるみたいですね、はい。まあ、で僕もちょっと行ったんですけど、やっぱりすごく非常に見やすくて、 S 席の、まあ、もちろん S 席が一番いいんでしょうけどね、はい、でも S 席はもう本当熱心なファンも、多くて、まあそれはやはり そうですね、伝わってきますからね、はい。自分の中ではちょっとやっぱりちょっと8番に薄くなっちゃったんですね。6番が、ちょっと厚く入りすぎたことが、まあ、今ここの少しずつミスを、苦しくなってきてこうなってるというところです、はい。まあ、エフレン選手こういう系統を下でいくの得意ですからね。素晴らしいですね。あのショットスピードでいくっていうのは素晴らしいですね、はい。ナイス、ブレイクのランナーですね。そうですね、はい。結構フィリピンの選手ってあのなんていうんですかね、あのニュルっていう感じでつくショットも多いんですけど、はい、今みたいにスパーンといくショットも合わせるのうまいですね。まあ、あの同点とか、はい、とにかくフィリピンという国はやっぱりあの湿度がすごく高いですから、ラシャがすごくやっぱり重いんですよね、日本みたいにこういうふうにコンディションがあまり良くないので、はい、どうしてもやはり、肘をああいうふうに動かして右肩をすごく柔らかくして、はい、球を柔らかく出さないとボールがコントロールできないというコンディションになっていると思います、はい。多分日本のアマチュアの皆さんがフィリピンに行って、はい、ついたら多分びっくりすると思います。あ、だからああいうカットが、まあ、バンク使うよりは、まあ、バンク あの精度もやっぱり低いんですかね。まあ、もちろん、今のは、エルン選手の得意ですからね、はい。まだノーインですね。ノーインですね。ちょっと右に当たって、1番に対して、はい、こちらから見て左側に当たってますからね、先ほどから。あ、手玉の位置がですね。手玉の位置が、あ、まあ、その辺が微妙に関係して、ここで、手でラックしてると、はい、おいっていうところなんでしょうけども、うん、もうサルトラックではもう何も自分が悪い以外はもう自分のブレイクの技術ですからね、はい、この辺もやっぱり、やりやすいと思いますよね、はい。手でラックしてるとどうしてもね、僕なんかもやっぱりやってますと気を使いますよね、入ったり入んなかったりすると。でも、まあ、サルトラックでしたらもう全く同じように立てられますから、もう入る入らないはもう君のせいでしょということになりますからね、はい。
もうここは一気に、まあ、展開としてはフェイエン選手座ってる時間が長くなってくると辛いですね。まあ、せっかくそうですよね、ちょっとエンジンがかかりかけたところでしたからね、はいはい、このやはりノーインは痛いですね、まあ、痛いというか、まあ、ついてないというか、まあ、これもブレークの技術と言われれば、まあ、そこまでなんでしょうけどもね、はい、でもこの後攻ブレークはやはりブレークの入る入らないでやはりかなり勝敗が影響してますからね、これ、ずっと見てますと。まあ、このエフレン選手の、うん、テンポ、ペース、うん、素晴らしいですね。ならやはりこう、まあ、もちろん若いプロなんかもそうですし、アマチュアの方も見習ってほしいのは、はい、やはり常に同じリズム、はい、構えてからですね、構えてから常に同じリズムでつくっていうことは、やはり簡単な球でも難しい球でもそうやってつくというのがやっぱりすごく大切なことですよね。はい、まあ、その辺は日頃のこう 訓練、まあ、訓練ですね。試合の時だけやろうと思っても無理ですからね。ですね、はい、これでブレイクノーインから取り切り、また3つ差になってしまいましたね。 4-1 からフェイン選手追いついてきたんですけど、また3つ差に開いたっていうのところはやっぱちょっと辛いですね。まあ、3つ差ということは4つ差ですからね今。あ、次エフレン選手のブレイクですからね。そうですね、はい、だから逆にまあ次を落とせばまた1つというか2つ差ですからね。あ、はいはいはい。まあ、こうなると相手のミスマッチ、エフレン選手の方はもう自分は自分の、ブレイクできて、もうブレイクが、自分ではこういうふうにブレイクをすれば、はい、この画面でいう赤いボール3番が、はい、右の手前のコーナーに入るっていうのはもう自分で掴んでますからね、はい、なおかつ1番もほとんどサイドポケットに出てますから、はい、うん、やはり3番飛び込んで1番も飛び込んで、まあ、今のも不思議ですよね。だからまっすぐ、フェイエン選手とほとんど同じところに当たってるはずなんですけどもね、厚みが、手玉が1番に対して、ね、1番に対して、はいはい、押しがかかって、左側のサイドポケットの手前に入ってましたからね今、はいはい、だからその微妙な力加減と微妙な引きの回転、押しの回転で、入る入らない、まあ、3番が今、はい、止まりそうだったけれども落ちたっていうような感じでしたからね。うん、まあ、こればっかりはまあ神の水を知る、もしかしたらその知ってる人がいるのかもしれないですけど、はいはい、まあ、でもここまで、まあ、ブレイクしてからもほぼノータイムで、そうですね、比較的もう流れもレイズ選手で、まあ、簡単な球というか、まあ、簡単な球でもその9つを取り切るということは難しいんですけれども、うん、これは少しちょっと注文がついてますね、はい、うん、まあなんかもう簡単にショットしてますけど、ちょっとやっぱり9番ありますからね。そうですね、9番をかわしに行って、まあ、自分の思っているよりまあ少し強いかなぐらいで、うん、うん、素晴らしいブレイクランアウトですね。これでまあ自分の回で2連続ブレイクランアウトですか。そうですね、これでまあ最初に言ってた4つ差ですよね。4つ差ですね。これで少しやはりもうレイズ選手が余裕が出てしまうんですよね、これ4つ開くと、はいはい、まあ、レイズ選手に余裕を持たれるっていうのは
やっぱりちょっと辛いですね、まあ、辛いですけどね。まあでもレンズ選手も優勝2000万の試合っていうのは今までないでしょうから、はいはいはい、自分がどういうプレッシャーになってくるのか、はいまあ、できるだけやっぱり差は分からないわけですからね、はい、できるだけやっぱり余裕を持って、はい、やはり後半戦に行きたいですよね、はい、集中できてますね。でもすごく朝からもすごくいい顔してますね。うん、なんで僕の時だけ入らないんだ見に来るんですけど、うん、ちょっと見てますね。見に来ても、まあ、まあそれはもう同じにしか立てられないんですよこれは、うん、3番1番まあ、同じようにトレード入ったわけですけど、けどもやはり手玉の位置がそうです ね、レイズ選手はセンター付近にいるのに対して、はい、あのフェイエン選手はさっきから手玉がやっぱりちょっと不安定ですからね、はい、でもそこら辺はやっぱりシュート力でやっぱ補ってほしいですよね、はい、まあ、ここで配置が悪いとはいえ自分の番ですから、まあ、これをもう落としたらもう本当に一気に、はい、行かれる可能性もありますよね。2番はコーナーに通ってなさそうですね。通ってますね。通ってますか、はい、出ましたね。右目のまださらに右ですね。耳の下でついてますもんね。ナイスですね。まあこの辺の2番入れてから4番のちょっと位置も厳しいですね。まあ、今のは入れるのがまあ別に精一杯というわけじゃないですけども、入れることに集中してますから、まあこの結果に対してはまあ致し方ないとして、とにかくこの後これきっちりセーフティーをして、このゲームはこのラックは何としても取ってほしいですよね、はい、やっぱりもうザ・エフレンはもう準決勝で見ましたから、もうこの決勝戦はやっぱりこうプレッシャーがかかるエフレンが見たいですよね。プレッシャーがかかった時にどういうのつくか、だからやはり頑張ってほしいですよね。別にエフレンを応援してるわけではなく、はい、うん、うん、まあとりあえずはタンクッション、タンクッションで、まあそうですね、遠いんですけど、まあ、どうするでしょう、カットもありますし、はい、カット狙ってるみたいですね。うん、うん、やっぱり今カットいったんですよね、まあ、そうですね、まあ、4つ差がありますし、うん、はい、まあ、ここでもうとにかく自分が肩も温まってますしっていうところでしょうね、はい、まあ、このやっぱりセット数が、普通のナインボールよりもやっぱ高校ブレイクでやる場合にやはり今みたいに選択肢が変わってきますよね、はい、4つが空いてるということは もしこれを取って自分のまた次ランナウトした場合に6つ差になるわけですから、そうですね、はい、まあ余裕が出ますよね。フェイエン選手も集中だけは切らさないで行ってほしいですよね。そうですね、こういう、まあ、ファイナル、うん、決勝戦なんで永田修司プロは何度も経験してると思うんですが、はい、絵でして大きなスコアになることもありますよね。そうですね、もうとにかく今までやっぱ張り詰めてきたものがプツンと切れてしまうこともありますよね、はい、そうですよね、まあ、もちろん競って最後の決勝戦が、まあ、そんなことはもう本当にまあもう本当ごく稀ですけれどもね、うん、それがやっぱり技術の差、うん、そういうのとはまた違う何かがあるんでしょうね。違う、そうですね。はい、
い、これで7対4。そうですね、集中は切れてないみたいですね、はい、まだ。だからそこら辺がやっぱり格闘技と一緒で、はい、やはりそこの何て言うんですか、そのずっとボディーブローを、与えてきて、それが効いてくる場合もありますし、はいはい、もう一発カウンターでもう一気に戦意喪失っていう時もありますし、いろんなパターンがありますよね。で試合が終わってみてからじゃないと、はい、あのグセットが、あのボールが、はい、みたいな、まあ、死ぬわけじゃないですけどね、はいはいはい、だからその時何を考えてるというのは本人しかわからないですから、こちらではまあ好きなことを言いますけれども、はい、まあ、見てる人間もいろんなことを思いますけれども、はい、その時か何を考えてるかっていうのはその本人しかわからないですから。そうですね、はい。今、レイズ選手が何を考えているかっていうことはレイズ選手しかわからないですからね、はい、やっぱりいい感じで3番が入りますね。というか先ほどからこれ皆さんご覧になっている皆さんはわかると思いますけど、はい、ほとんど同じ形が残ってますよね。あ、これはもう本当にブレイクのやはりテクニックですよね。まあ、思わず今も会場から拍手が出ましたからね。だからもちろん1番が入りますから2番のボールの位置も見てると思いますよ、これは。だから落されてて2番が1番が入るわけですから、こんだけ2番がどこにあるのかなということも見てると思います。で2番がどこら辺に大体残るかっていうのも分かりますからね、こんだけ同じブレイクができると。じゃあ次はちょっと楽しみですね。次見てみましょうね。はい、でもこれでまあ3連続ブレイク、ランアウトですか。そうですね、自分のブレイクの時に、3回連続きっちりランアウトですね。相手にプレッシャーかかっていきますよね。こう自分のブレイクの時はこうやり取りがあって、はい、セーフティー合戦になったり、はい、いろんなことがあったりして自分がやっと取ってる4つ取ってるのに、エブリン選手のブレイクの時はもうあっという間のランアウトで、はい、もうまたすぐ自分のブレイクになってくるという、はい、まあ、タイムにしたら今のランアウトなんか早かったんじゃないですか。もうほんと1分ぐらいですね、はい、こういうのがやはりボディーブローでどん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 効いていきますよね。ミスできない、いろんなやっぱりネガティブなことを考えやすい状態に精神状態がなりやすくなっていきますよね、うん、はい、そこを自分がどうポジティブに考えていくかっていうのは、まあ、ブレイクでその、まあ、落の癖、ボールの位置、力加減、まあ、その辺はもうハイレベルですよね、やはりこう。もちろんそれはもう世界トップレベルなわけですから。まあそろそろここらでもう中盤戦ですからね、ついてくしかないですね。これはもう一つでも自分のブレイクは絶対落とさない、自分のブレイクを絶対落とさないで相手のもうミスマッチになっていきますよね、こうなってきたら、はい。さっきからフェイン選手が1番入ってなければいい形なんでしょうけどね、取り出しがいい形なんですけれども、1番が全部、右の上のコーナーに2回連続が入ってますからね。そうですね、まあ、もちろんそれは入ると入らないではもう入った方が全然いいんですけれども、さあどうするでしょうかね。これ本当そうですね、これ、うん、これがこのゲーム結構キーかもしれないですね。そうですね、大事な勝敗を分ける。
落ちそうでしたけど落ちなかったですね、うん、ボケットに嫌われましたね今、はい、落ちそうだったんですけどもね、うん、まあ、手玉がどこにあるのか、まあでも果敢に攻めていきましたからね、うん、今のも、ちょっと強いんじゃないですかねこれ、うん、ちょっと強くなります3番に、うん、いい展開に、これで一応はいい形にはいい形にはなりましたね、うん、いい形にまあ、フェレン選手、今のはしょうがないですかね、やっぱり攻めに。でも、もう攻めるしかないですよね、うん、今の。はい。やっぱちょっと大事なの分かってますね、ちょっと体動いてきましたね。エフレンの、うん、レイズ選手、レイズ選手、ちょっと体動いてきましたね。はい、今プレッシャーかかってるということですか。今のまっすぐな5番、6番、どっちもやっぱりちょっとヘッドアップしてますね。うん、プレッシャーかかってきてますね。大事だって分かってるんでしょうね、この、ま、このラックが、うん、やはりそれは楽に後半に行きたいですからね、うん、どんなにプレッシャーがかかっても大丈夫なようにやっぱりここら辺やっぱり大事なところですからね、はい、うん、ちょっとやはり来てますね、ナーバスになってますか、ね、ナーバスというかその自分の中でやっぱり大事だと思ってるんでしょうね、はい、左下ですね、うん、左下ぴったりありましたね、うん、これで9対4、今のやっぱり自分でまあ大事だと思ったんでしょうね、やっぱりここは絶対、はい、よしこれ取ったらと、これ取ったらもう9割方勝ちだっていうのが、うん、今の自分で分かってたんで自分にプレッシャーがかかったんでしょうね、まだ中盤戦ですからね、うんうん、そんな世界のレイズ選手がそんなヘッドアップしてプレッシャーがかかりそうには思わないんですけれども、はい、まあ、最初に言った、はい、その時何を考えてるかはやっぱりその本人しかわからないですからね、はい、まあ、確かに今、2、3回のショットレイズ選手のショット体が動いてましたよね、うん、だからまあこれ皆さん、選手の皆さんはこれ見てて、はい、自分にも多分思い当たる節っていうのはありますよね、はいはい、だからそれを自分に置き換えて自分その時今みたいにでもなんだかんだ言って取り切ってますよね、そうですね、最後まで、はい、まあ、その辺がこう技量の差とか、うん、幅とか大事なことですよね、はい、だからやっぱ今のラックっていうのはやはり大きいんでしょうね、はい、入りませんでしたね、うん、ここまで3回連続来てましたけど入らなかったですね、ちょっと今のは当たってなかったですからね、うん、まあ、今の表情もちょっと2番がどこにあるのか 見るのが見れなかったですね、この位置だと左の下にあったのかな、はい、左の下にあったので手玉を、まあ、あまり引っ張らない、ね、手前に置いときたかったんでしょうね、はい、さあこれは行ってほしいですね、取り返してほしいですね、そうですね、まあそんな優しいセーフティーにするにしても攻めに行くにしても優しい配置ではないと思うんですが、これタッチしてなければ8番に隠しに行くんでしょうけど、タッチしてるとやはり難しいですね、うーん、だから今タッチしてる分やはりあれ以上厚くいくと、玉クッションになりやすいので、はいはいはい、やっぱ薄めいっぱいに狙ってちょっと逆を入れたぐらいだったんでしょうけれども、まあ、薄すぎましたね今、
まあ、手玉があまり縦目に返ってきてくれなかったってことですね。そうですね、もう手玉を8番の下に隠す、うん、そうですね、8番の下、ね、ことしか、8番の下に隠すことしか考えてなかったと思うんですけれども、うん、まあ、薄かったですね、はい。今のセーフティーミス、まあ、難しかったと思うんですけど、これもこのペースだとちょっとまずいですね。まあもうやっぱり楽になってきますよね、はい。これでまだ交互ブレイクじゃなければ何があるかわからないと思うでしょうけども、はいはいはい、まあ交互ブレイクですからね、はい、自分は世界で一番うまいと思ってるわけですよね、はいはいはい、それで6つ差となるとやはりまあ気持ちもだいぶ余裕が出てきて取り方もやっぱり余裕が出てくると思いますね。うん、いい形ですね。うん、ちょっと首ふかしげてるのはちょっとこの8番から9番は、まあ、そうですね、ドローボールで取りたかったんですけれども、はいはいはい、振りがついてしまったので、うん、ミスになってしまいましたね。ミスになってしまいましたね。ちょっと苦笑いって感じですかね。縦バンクで攻めてくるでしょうね。難なく入れました、真ん中から、うん、まあ、その辺余裕もあるんですね、やはりスコア的に。今度は逆に言うとやはり自分がもう余裕だよっていうことをやっぱり相手に今のはなんかもうアピールする意味ではすごく大事なところなんですよね。あ、そこら辺がやはりなんて言うんですか、そのずっと勝ち慣れてる人間というか、まあ今のなんか特に大事な、まあ、わざとバンクに出したわけじゃないですけどね、はい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 、ああいうふうに出たあそこで結局考えてプレッシャーかかってるように相手に悟られて、例えばセーフティーしに行ったりとかするよりも、自分はもう余裕だと、こんだけ差が空いてるんだからもう余裕なんだっていうふうにして、あえてバンクで真ん中に入れられると、やはりフェイエン選手にとってはかなりやっぱり今のは効いてると思いますよね。ただのコーナーバンクを、入れられたわけじゃない、入れられた格好を入れられたのと同じではないですよね、やっぱり効いてますよね、うん、うん、そうですね、やっぱり1番が残ればフェイエン選手のブレイクはですよね、うん、フェイエン選手の残ればいい形がやっぱり常に残っていくようなブレイクですけどもね、うん、はい、まあ、フェイエン選手、うん、ちょっと差開いちゃいましたけど、集中切らさないでほしいですね。まあ、もちろんもう自分は、うん、一生懸命やるだけだと思ってるでしょうね、もうここまで来たら、はいはい、まあ、ちょっとやはり、まあ、機運といいますか、はい、味方してあげてほしいですよね。そうですね、うん、流れがやはりフェイエン選手に行ってあげてほしいですよね。だから2つ差ぐらいまで、はい、はい、まあ、テーブルの方を、まあ、今回使ってる、うん、この長戸というテーブルですね、はいはい、でこれは、まあ、IBC の、はい、IBC、JBC の、公式テーブルで、日本で今作られている唯一国産で、作られている、テーブルですね、はい、まあ、ものとにかく何よりやっぱり綺麗ですよね、はい、この長戸は、まあ、選手たちにもすごく好評で、はい、まあ
日本人が作ったものらしく、すごくやはり、はい、あの正確に、そうですね、うん、このなんていうんですか、カウチョみたいなこう作りがまあいいですよね。見た目がもうこうどっしりしてる感じで、はいはい、いろいろデザインも考えたみたいですよね、やはり、すごくこう、まあ、はい、継ぎ目のところなんか雑になることが多いんですけども、もうこの台はやっぱりすごく、精密に作られてますよね。日本人はやっぱりもうこういうのを作らせたら上手ですからね、はい、日本人は、まあ、なぜ今までなかったのかなと思うぐらいで、まあ、これからビリヤードも、日本のプロも含めて頑張ってもらいたいんで、こういう、台も日本の台が、うん、ね、世界に進出していくと、長門っていうのはこれ軍艦、大和とか長門とか、はいはいはい、第二次世界大戦の時に、はい、最後まで沈まなかった船らしいですよね、はい、その船をイメージして、まあ、この台っていうのは船をイメージしてるらしいので、はいはい、長門と付けた、はい、命名したらしいんですけどもね、日本人らしくて、日本らしく、そうですね、うん、いい名前だと思います。まあ沈まないと、はい、最後まで沈まなかった船ということで、はい、まあ、長門ということらしいので、はい、まあ、皆さんも、応援して、ね、僕らも応援していきたいと思いますね。そうですね、はい、日本のテーブルですからね、はい、まあ、今一つ返しましたのでスコアの方は10対5、もう一つ一つ返していくしかないですね、まあ、今のランアウトですよね。そうです、まあ、取り出しの1番が、右コーナーで残ってましたからね、そこでランアウトできました。2番が左下にありますので、うん、そうですね、ほぼ真ん中ぐらい、まあ、ちょっと触りましたけど、さっき入らなかったですからね、はい、さっき、ブレイクが入らなかったですから、今回はまあやはり入れることを重視、はい、うん、でも今のなんかも結構やっぱ球ちゃんとスピン効いてますよね。ちょっとそうですね、厚く入ったので、はい、もう少し2番に対して厚く出したかったんですけれども、3番が6番がなければもうこれで十分なんですけれども、はい、3番がサイドポケットか右の手前のコーナーにしか行けないので、もう少し厚くして、引きで、あ、なるほどね、引きで、はい、3番と6番の間に、はい、出しに行きたかったんですけれども、ちょっと薄いんで、そうですね、ちょっと薄すぎると思いますので、これはどうするか。でもまあマジシャンですので、いつもそう言ってて、この3と6の間に引っ張ってきたりとかことを彼はよくするので、でまあこれちょっと無理だと思うんですけどもね、まあ、画面で見てるのと、今7番、ね、なんか狙ってましたよね。狙ってました。今だからラッキーじゃないですよ。狙ってましたよ。つく前に7番の位置、いや狙ってました、何回も確かめてましたよね。いや参りましたよ。7番のもうあちら側に当てるっていう、もう今狙った通りです。だからうーん、今のも余裕ですかね。いや余裕じゃないです。まあ今のはそう後から考えてみれば、うん、それしかないのかもしれないですよね。いや今のそれをこの大舞台でやっちゃう、しかもその発想、発想、そうですね、今のもすごく勉強になりました。なんか変な7番の位置気に入ってるなと思ってたんですけどね。恐れ入る。さすがの長田プロも笑うしかないです。いや今の、いや今のは分かりませんでした。まあ素晴らしい、本当に素晴らしい、これここにいても拍手をしたくなるようなランナーアウトですね。11対5、
まあ、だからあの判断の速さですよね。やっぱいかにやっぱり自分が今までの経験の中、経験上のことを覚えてるか、はいはい、覚えてて、やっぱり過去のデータを今引き出してきて、あの引き出す速さですよね、はいはい。まあ、45秒ルールっていう中でですよね、はい、まあ、素晴らしいですよね。素晴らしいですね。まあ、フェイエン選手ちょっとうつむき加減か、うん、集中しているのか、うん、もうやるしかないですからね、うん。まあ、会場にいる皆さんも今のランナウトは多分分からない人もいるんじゃないですかね。今は多分、うん、狙ったことが、はいはい、見せ場でしたね、今のは。見せ場ですね。うん、白いボールが、はい、黄ボールが常にあそこら辺に行きますよね。あの辺に、そうですね、ちょっと、はい、行きますよね。これは通ってなさそうですよね。1番は直接、はい、難しいと。2番に隠しに行くようなセーフティーをすると思います、はい、でも安易にただ隠すだけではもうまた同じようなものが返ってきますから、ぴったり2番に、はい、くっつけたいと。そうですね、ひっつけたいと思います。ナイスですね、うん。まあ、向こう側のタンクッションからは行かせないよっていう感じですね。そうですね、だから、うん、クッションを使えば使うほど正確になってきますから、はい、ワンクッションがやっぱり一番難しいわけですから、はいはい、やっぱこういう形を常に残していきたいですよね、はい。こうアマチュアの方なんかついついこうワンクッションが一番簡単なように思うんでしょうけれども、うん、はい、結局クッションというのはどん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 その誤差を修正されていきますから、はい、結局ワンクッションよりもツークッション、ツークッションよりもスリークッション、スリークッションよりもフォークッションが結局どんどんどん正確になっていくんですよね、はい。だからもちろん勘も必要ですし、もちろんシステムもありますし、はい、だからああいう形を残していくのが一番こう選手にとってはワンクッションで、ああいう形を残されていくのが一番難しいですね。ですね、ほんのちょっとした手玉のこう、まあ、動転、はい、回転、ひねり、 そうですね、それによってワンクッションだと出ていく角度がもう本当限定されちゃいます。そうですね、だからあの、微妙な結局誤差を許してくれないですよね、うん、ワンクッションで、はいはい、今みたいに結局鋭角に入れるクッションというのは、はい、そうですね、はい、鈍角に入れる分にはまだ多少の誤差は許されるんですけども、うん、はい。よく言うのはもう本当にロングのカットを狙ってるぐらいの気持ちで、今タンクッションに結局9番のカットを狙ってるぐらいの気持ちで、はい、つかないと今の1番はファールになってしまいますよね。あ、はい、まあ、ここはセーフティーの試合ですね。セーフティーの攻防といいますか、まあ、今、フェイン選手2番 1-2 コンビ攻めにで、まあ、残り球が薄く入ったので、はいはい、残り球が悪くなって、はい、レイズ選手がアンドセーフの1番をサイドバンクに行きながら外れても隠れる、はいはい、まあ、入る確率はまあ 50% 五分五分ぐらいだったんでしょうけどもね、自分の中では、うん、うん、まあ、果敢に、うん、攻めに、まあ、クッションも難しいショットなんですけどね。クッションもありましたけどもね、ジャンプが比較的、うん、上手ですよね。背が、うん、上背がありますし、はい、簡単に、ジャンプ機を使わなくて、飛ばしている風景も見てましたから、それで入れてましたからね、はいはい、ジャンプには自信があるんでしょうね。でもジャンプっていうのはやはり自分がやっぱりこう調子が悪い時とかプレッシャーがかかってる時っていうのはやはり球を立てて、はい、体勢が変わりますのでね、ついつい力んでしまうと、はい、自分が思ってるよりも飛ばなかったりとか、はい、だからやっぱ、まあ、難しいショットではありますよね。そうですね、まあ、そこに例えば自分の中でこう余裕があったり、うん、
ひらめきがあったりするときは比較的成功する。まあそうですね、やはりだからその自分、まあアマチュアの方なんかも自分のお店ではもう難なくいつも入れてるんですけれども、はい、まあフルセットの局面でいつも9割方入るジャンプが手前のボールに当たってしまったりとか、はい、それはやっぱり力んでるからなんですよね、うん、早く握り込んでしまってるから球がジャンプしない、球切れと一緒ですよね、はい、ジャンプショットというのは。まあ、その辺を自分自身でこうコントロールして把握して、そういうのもまあ技術の一つになってくるんでしょうね。まあ、もちろんそうですね、己のことは己が一番知ってるという、まあどんなあの世界でもあるように、やはり一番自分のことは自分が一番知ってますからね、はい、その自分の状態をやっぱり正直に自分で判断するということですよね、はい。はい、ここでまた3つ、まあ、ランアウトも含めて 3つですね3つ取ってきましたから、まあ今の自分のまあブレークをまた落としたわけですから、はい、まあ、どん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 まあ苦しくなっていきますよね。そうですね、まあ、このスコア12対5ですね。もうここから終盤もう15セットですから、あと残り3つ。レイズ選手がもうミスらしいミスをしてませんからね。そうですね、結局今のも、1番のワンクッション当てて、はい、ああいう球が残ってコンビ攻めたんですけども、はい、それを失敗してジャンプいってスクラッチですからね、はい、もうしょうがないですよね、はいはい。まあ、流れもレイズ選手っていうところですね。手玉なんかも今キュッて効いてますね。いやもうここら辺はだからさっきのプレッシャーがかかったマス、はい、あのマストンはもう全然違いますよね。そうですね、もうほぼ勝ちを確信してますから、はい、あとはもう自分をいかに大きく見せて、はい、自分のできることを確実にしていけばもう勝てますからね。あの中盤の9対4にするマスとはもう全然違いますよね、はい、あれがまるでなんか自分フルセットだったような自分の勝ちのゲームだったような感じですよね。もうここら辺はもう完全にレイズ選手の普通の突き方になってきてますよね、もうこれで何回目のランナーとかわからないですよね。もう本当にそうですね、もうレイズ選手ブレイクは全部ランナーアウトって感じですね。うん、交互ブレイクだから目立たないですけど、まあ、これまあ言えばずっと連続マッサリをずっとしてるのと同じですからね、はい、それはまあ見てる人よりもフェイエン選手にかかるプレッシャーの方が大きいと思います、はい、そうですね。ちょっともう表情が優しい目になってきてますからね、うん、フェーン選手の、うん、ちょっともう鷹のような目から、うん、ちょっともう無理かなという、うん、でも本当目つき集中してる時のフェーン選手のまあなんて言いますかね、表情ずつら構えみたいなのはいいですよね。そうですね、はい、まあでも7から言っても730人の中からのファイナリストの2人ですからね、2人のうちの1人ですからね、うん、
番、2番はい、ここら辺はもう精神状態で多分もう開き直っていけますんで、もうガンガン攻めていくと思います。はい、まあ、直接見えなかったのを今手前から、そうですね、まあ、見えてても今のは多分前クッションから、チョークッションに入れてから、出しに行ったと思います。ただ3番に隠れてしまったみたいですね。いや、これは大丈夫でしょうね。いけますかね。はい、比較的4番へのコントロールもそんな難しいコントロールではないですね。はあ、まあ、ここはもう本当に取り切ってほしいですね。まあ、もうここら辺は精神状態がもうだいぶもうちょっと諦めムードなので、はい、もう精神状態も楽になってると思いますので、はい、まあ、この配置でしたら問題ないと思います。でもビジュアルもまあ何がね勝負事っていうのは下駄を履くまでわからないですから、はいはい、何が起こるかわからないですからね。確実に自分のできることは、やっといた方がいいですよね。はいはい、で今後ね、フェーネ選手もまだ若いわけですからね、まあ、もちろんみんな見てますからね、はい、この試合をみんな見てますから、やっぱりフェーネ選手に対するやっぱりみんなの意識っていうのもありますから、はい、でこれから世界に、まあ、何度となく、機会があるかもしれませんからね。まあ、これでね世界に名前を売ったわけですから、はい、やはり最後自分の、まあ、負けたわけじゃないですけれども、まあ、負け方っていうのもありますからね、これ、はい、今後まだまだずっと長い、年月を彼は戦うわけですから、はい、その中の1試合に過ぎないわけですからね、これはもうこの決勝戦を戦えたということは彼にとってはもうすごく大きい財産だと思いますから、はい、大事にしてほしいですよね。まあ熱い男ですよ、このフェイエンという男は。もうな、はい、あの話をしましたけども、はいはい、これは見事なランナーですね。血の気が多いですね、日本、はい、日本流でいうなら血の気の多い男です。ここで、レイズ選手がタイムアウト取りましたね。まあ、このタイムアウトは最後あと2つなんでパッパッと、行くよりは1回落ち着かしてみたいな形なんですかね。まあ、そうですね、うん、まあ、ただ単にちょっとブレイク、もうほぼ勝てると 9割9分勝てると思ってますので、はい、まあ、もうあとは自分がいいプレーするための、はい、タイムアウトだったんでしょうね、はい、あのタイムアウトというのはもうすごく大事で、はい、やっぱり野球でもバレーボールでも、タイムアウトで流れが変わりますからね、はい、自分の落ち着かせるためのタイムアウト、はい、相手の流れを止めるためのタイムアウト、はい、まあ、いろんなタイムアウトがありますよね、はい、この場合はもう自分のためだけ、相手は関係なく自分のためだけ、この後の自分のプレーを、上がり2つ上がり2ラックをのために取ったタイムアウトでしょうね、はい、ん、ブレイクした後の、初球がこうちょっとトラブルっていうのは珍しいんじゃないですかね。まあ、そうですね、今のも3と6がぶつかってお互いこうなっただけで、ぶつかってなかったらまたいい形になってましたからね、はい、でもここはもう攻めるでしょうね。コンビ狙ってるみたいですね。そうですね、7つ空いてますから、もうここはうーん
うん、6と7がトラブルっていうのももちろんあります。あの瞬時にそれだけのことを判断はしてると思います。はい、まあ、相手にとってもこれを取り切っていくのは、あ、そうですね、6番が、うん、あの右のサイドポケットの前にあるのと、うん、ああいう状態というのはもう全然気分が全然違いますよね。3番を突く時の気分ですよね、まあ、こういうことになってしまいますよね。この相手として面白いもんですね、やはり、うん、そこら辺のもう気分、うん、気分でしょうね、うん。これはレイ選手がどうするでしょうね。どうするでしょうね、これは、うん、8番がなければ、はい、5番から直接いけそうなんですけど、8番がある分、はい、うん、どうするんでしょうね。コンビいけるんでしょうね、多分。こちらから見てるよりも6番と7番の間が、はい、空いているんでしょうね、うん、全然見てませんからね、うん、サイドバンクですね。うーん、今のも簡単に出してますけど、はいはい、まあ、一番いいとこより、まあ、まあ、や100点なところがあるとしたら90点ぐらいのところにさっと出してるわけですからね。今のはちょっと見せに来ましたね。やっと、ちょっと苦笑いですかね。やっとエフレンスマイルが、まあ、はいはい、やっと出ましたね、はい、この大会の中で。ベスト8準決勝1回もなかったですからね、はい、今のは7番を、コーナーバンク行って、はい、9番をキャノンでダブルインで、はい、まあ、会場を少し沸かせてやろうという、はいはいはい、ところだったんでしょうけれども、うん、その演出通りにはいかなかったという感じですね。まあ、でもああいうのは大体決めるんですけどね、いつも、はい、これで13対7。そうですね、これで、まあ、それでもまあほぼダブルスコアですからね。まあ、そうですね、まあ、まあ、フェイン選手ここからブレイク、うん、まあ、自分の番ですから、うん、13対8、それでもまだ5つ空いてますからね、はい、まあ、仕切り直しって感じですね、はい。でも流れは怖いですからね、はい、まあ、フェイン選手も決して諦めてはいないと思いますね、これは。そうですね、もう急に、はい、まあ、ブレイクが入らなくなることもありますからね、はい、あ、4つぐらいいってほしいです。ああもう今のは、まあ、長田プロも4つぐらいいってほしいと。展開はもう、まあ、そうですね、少し、まあ、ちょっとこれ4番がエフレンを焦らせたいと。そうですね、うん、もうザ・エフレンは準決勝で見ましたから、はい、少しやっぱりプレッシャーのかかったね、はい、こうプレッシャーがかかった時にどうつくかっていうのを見たいですよね、うん、ましてやっぱりね、初めての優勝2000万円ですからね。これ4番が、左の上のコーナーに通ってたんですけれども、今5番に少し触って、はい、5番で多分4番がなくなってしまったんじゃないですかね、はい、だから、攻めるならこのまままっすぐついてコーナーバンク、うん、今のリズムだとコーナーバンク攻めるんじゃないですかね。うん、来ました ね、 ですね、ナイスですね、うん、もう何もなかったようにするところがもうやっぱり素晴らしいですよね、
かフェレン選手も今小刻みにちょっと納得してたみたいな感じですね。うん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 みたいな。まあいいね、あんたはっていうところ、うん、ところですからね。まあ相手を、まあ、世界の誰もが認めますからね。はい、これでスコアが14対7。いよいよあと1セット、うん、まあまだ終わったわけじゃないんですが、やっぱりエフレン・レイズ選手の、まあ、プレースタイル今大会の、うん、印象といいますと永田プロはどの辺も、やはりまあとにかくエフレンのとにかく本気を見たという感じですね、はい、だからやっぱり調整も、はい、もちろん体調の調整もコンディションも調整も、はい、全てやはりこの大会に向けて調整してきたんでしょうね、はい、だからもう本当全く隙がなかったですね、はい、なのでもう、ベスト8のリニング選手の試合だけでしたからね、はい、あの試合も、リードしてて最後リニング選手に流れがいって最後4つぐらいバッと来て、はい、で競ったというだけで、はい、まあまあ危なげないといえば危なげない試合だったんですけども、はい、さあもうこのラックで決めるんでしょうか。うん、2番入りましたけど、すんなり、まあ、ビリヤードの神様がいるんでしょうか、まあ、すんなりはいかせないと。すんなりはいかせないでしょうね。2000万ですからね、この時点で意識はまだしてないと思うんですけどね。まあそうですね、まあここからまあ歴史が始まるとして、はい、やっぱりその歴史が始まる1ページ目のとにかくチャンピオンですからね、はい、あれは4番をやっぱりトラブル作ってたんですかね。そうですね、わざと作ったわけですね。これパスしましたね。でこうなることは予想して、これ3番8番もトラブってますし、はい、これは下から、まあ、コツッと当ててクッションで、うん、この状態でしょうね、まあ、イメージですね、うん、まあ、今回主催者側がこだわったのは、はい、もう2001年ですから、はい、この試合が第1回大会で2001年ということは、はい、ゴルフの US オープンのように、はい、100回大会が2100年となるわけですからね、はい、だからもう、早くしろ早くしろで今年中にやるって言ってましたけれども、はいはい、この1年にこだわったわけですからね。その見事1年の、まあ、100年後に誰が優勝するか分かりませんけれども、1年2001年1回大会にやっぱりこの名前を残すということは、はい、まあ、記念すべき1ページ目ですからね。はい、はい、ここでフリーボールを与えてしまいましたね。まあ、4番が自分で作ったトラブルですからね。そうですね、これはどうするでしょうか、はい、もう、あんまり見てないということは、はい、ピタッと止めて、セーフティーしに行くんじゃないですかね、はいはいはい、もう確実なものにすると、はい、手を緩めないぞと、4番のところにピタッと止めるということですね。まあそうですね、止めてセーフティーを、はい、6番に当たらなければ、うん、7番ですけどね、7番に当たらなければもっと完璧だったんでしょうけど、まあ、まあ、まさかね、このゲームボールが3ファールになるとちょっとやっぱりね嫌ですから、まあ、はいはい、よかったんじゃないですか、はい、まあ、もうここら辺はちょっと神経がこう敏感になってないですよね、はい、だからもうどうぞウイニングランをどうぞっていうところでしょうね。
やっぱりリズムが変わらないっていうことは、まあこのスコアですからね、うん、意識はしないでしょうけど、ね、まあ、いやまあプレッシャーかかってます、もちろんプレッシャーかかってます、いやもちろんプレッシャーかかってます、はい、まあ、歴史が変わる、もちろんプレッシャーかかってますけれども、あと3個、まあ、9番の位置確かめてますね。これでもう安心したいでしょうね。これでスコアの方は15対7、見事フィリピンエフエンレイズ選手の優勝です。うん、まあもうとにかく素晴らしい大会を通じて、はい、もうとにかく一番、素晴らしかったですね、はい、他のとにかくトッププロの選手とも違って、はい、とにかく体調面も、はい、コンディションも、はい、もう全て、パーフェクトだったんでしょうね、はい、まあ、とにかくエフレンとはこれだという試合でしたね、はい、まあ、とにかくエフレンが本気になったらこうなんだということと、あと、はい、交互ブレイクっていうのがもう非常にエフレンにとっては、やはり有利に働いたというか、はい、まあ、これが交互ブレイクじゃなければどうなってたか分かんないでしょうね、はい、交互ブレイクだからエフレンに、うん、結構余裕が出たんだと思います、はい、ではまあ表彰式とインタビュー、はい、今こちらはこれは、はい、WTA から、はい、IBC の会長の、田中の方に、はい、感謝の盾を贈られて、はい、まあ、歴史的な瞬間ですよね。これもまた新たなビリヤードの始まりの1ページの第一歩ですね。そうですね、まあ、WTA と IBC、はい、これから、みんな、まあ、自分も含めてでとにかく、はい、ビリヤードをとにかくいいものにしていこうというのも、はい、みんなで手を組んで、はい、みんなでやった方がいいに決まってますからね。そうですね、アフェレン選手惜しくも準優勝、まあ、本当にでも素晴らしいプレーを日本で見せてくれましたよね、まあ、今回ね今大会あの対数の目でしたから、はい、特にあの準決勝のチャントンパン選手の準決勝は素晴らしかったですから、はいはい、あれはもう本当に素晴らしいですね、日本でもファンが多くのファンがついたと思います。はい、そして優勝が、そうですね、まあとにかく良、かったんじゃないでしょうかね、この1回、ね、もうやっぱりこの十何年間、はい、エフレン選手がこのビリヤード界に多大な功績を残してきてますから、はい、彼がこの2000万を取ってこの大会のチャンピオンになったということは、はい、やっぱり意味のあることだと思います、はい、まあ、皆さんもこのプレーを見て、まあ、これから目指す選手、ビリヤードを、応援してくださる人、みんなで、盛り上げて頑張っていきたいですね。やはり、まあ、一応あの表彰式の方今やっておりますが、東京ナインボール、4日間にわたりまして、行われました、最後はエフレン・レイズ選手の優勝ということで、見事、15対7ですね、レイズ選手の優勝で、決勝戦の方、まあ、今ご覧になった通りお伝えしました。解説の方は、永田修司プロ、そして私、新庄貴明が、お送りしました。永田プロありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、まず今の、率直なご感想の方よろしくお願いします。Parate kung nananalo, hindi siya ito pinakalago ko always per tournament. Kaya lagi alam ko itong nararamdaman ko para sa akin itong panalo na ito. Tournament いっぱい出ましたんで、で、たまにあの、なんだ、勝ちましたんで、で、今のトーナメントをなんかラッキーというか、その自分ですごいあの嬉しいというか、嬉しい、嬉しくて、でラッキーで勝ったと本人もおっしゃってるみたいですけど、まあ、今日のトーナメントで一番本人の中で例えばあの印象に残ってるこのトーナメントの中で一番印象に残ってることは大体何でしょうか。
印象、こう思い出とか自分の中で、うん、itong sinabihan ng tournament na to, yung pinakamagandang yung nararamdaman, yung iniisip mo, eh, alam mo kasi ito kasi yung unang tournament na malaki. Iniisip ko ikunin to, kaya nga ang lahat ng labo ko puro nervous ako rito eh. Eh, tsaka ito, eh, panalo ko naman to, tuwan-tuwan na naman ako dito dahil mababalitaan na naman sa atin. At tsaka yung mga nanonood sa atin, yung mga fans ko sa Pilipinas at tsaka yung mga taga rito na inaasahan din nila, ako rin ang mananalo rito. Zenbu no shiai de, kiko kinshu shimashita. Daihen datta. で、まあ、あのフィリピンでもみんな勝つと思われたんで、あのフィリピンでもフィリピンの皆さんでもあのみんなレイエスがこのトーナメント出るとしてますん ですごい嬉しかったっていうか、はい、それとまあ皆さんね、結構ビリヤードでは今までこのような高額賞金でなかったと思うんですよ、高い賞金、はい、この高い賞金はどうなさるんでしょうか。はい、それも取れかかったんで。はい、この高い賞金はどうするんですか。家族のために。はい、あのフィリピンの方の家族のために。フィリピンで新しい。うちとか新しい家を買う新しい家を買う、どのぐらいの家買えるんですかね。でもね、まあ、ちょっともっと大きい家を、はい、まあ、これからね、もっとね、レイ選手だったらもっともっと大きい家建てられると思うんですけど、あとこの会場に来られてる今日のお客様に、お客様に対して何か一言、はい。Charito, nagpapasalamat din ako sa kanila at lahat sila rito, lagi may nakasalubong. At saka, tingin ko, fans din nila ako, pag natatalo nga ako, umiiyak nga din yung iba rito eh. At saka dun din sa atin, yung mga, halimbawa, mga sponsor, papasalamat din ako sa lahat ng mga tumulong dito sa akin at dito sa mga taga rito, okay, lalo nang lalo na kay Isomoto. Ano, minasan, gallery no minasan de, sugoi, nanka, sugoi, kite kurete arigato, teka. Totemo kanshashimasu. Totemo sou desu. Hai, nihon ni mo ne, sugoi fan ga ooi to omoimasu node, mata nandomo kite, nihon jin to nagayoku shite itadaite, hai, oshiete itadakitai to omoimasu.では優勝しましたエフレン・レイズ選手にまた一段と皆さんが拍手をお願いします。コングラチュレーション。これにて、2021年東京ナインボールを、はい、全ての行事を終了させていただきます。皆さんはどうも今日はありがとうございました。